僚長たちに行ってる間にマイホームに不法侵入して天津さえ放火とか、しかも文句言おうとしたら攻撃してくるとかさ、それってもう居直り暴走じゃん。だよね、これって正当防衛だよね。ですよ。まあとりあえず途中で逃げ出したやつらにマーキングしておいたけどね。マーキングですと？英知の能力の一つよ。英知パネー！とにかくこれで少し待てば迷宮からの出口がわかる。経験値が一定に達しました。レベル20になりました。おしゃー！各種基礎能力値が上昇しました。スキル熟練のレベルアップボーナスを取得しました。スキル気絶耐性レベル4になりました。スキルポイントを入手しました。条件を満たしました。個体ゾアオレがエデサイネに進化可能になりました。エデサイネ？エデサイネ？うるさいよ、ごめんなさいね。うまいうまい。死の象徴。ふ、なんか魔王感出てきたわ。行きますか。行ったろうじゃないの。エデサイネ進化開始。スキル近畿レベル10になりました。あ、やばい、近畿カンストガク情報インストール中です。